ちのギャラクシーアイズフォトンドラゴンとギャラクシーでオーバーレイ、プライムフォトンドラゴン、ネットワークを再構築、マスエクシーズチェンジ、ネオギャラクシーアイズフォトンドラゴン、見せてやろうか、もっと面白いものをよ。リアルウォーゼ破滅のフォトンストリーム、戦略デッキ紹介コーナー、遊戯王やるぜ。あ、前に断っておくけど、遊戯王であるを初めて見た初心者だから細かいことはすっ飛ばすわよ。なんだ、こいつ。何かと解釈ミスってそう。ひとまずキーカードの紹介を。キャラクシーアイス、ホトンドラゴン。ランク8エクシーズとサポートで制圧からワンキルまでござれ、先行後攻どちらでも戦えるぜ。と、あとはいつもの汎用カードたちね。お、今回は控えめだな。だってこのデッキほぼストラクと汎用カードだけだし、わお安い、無課金で組めるから。オッケー。じゃあデュエル行くわよ。初めてエクシーズ次元に手を出したぜ。デュエルモードフォトンチェンジ。まあ一言で言えばクソガキね。これから使うデッキのキャラをまとめるには乱暴すぎるだろうが、左手がでかいから。お前切るわ。いでよギャラクシーソルジャーの効果発動。フォトンジェンパーを捨てつつ召喚しと、ギャラクシートランサーをサーチするぜ。割と回すの複雑なのよね。これトランサーを発動。こいつは2枚まで特殊召喚できるマジックカードでな。一気に3体のモンスターだと。俺はレベル4オーバーレイ。来いギャラクシーフォトンドラゴン。とまだまだ続くぜ。原作通り先行1ターンからソリティア手札0枚にしてやるわ。ニビル君は手札に残るだろうな。いでよフォトンカイザー。特殊召喚に成功してもう一度効果で通常召喚、効果発動。ソリティアは嫌われますよ。お前は下がっている。なんでそない食い気味やねん。ギャラクシーエクスペディションを発動。デッキからギャラクシーアイス1体を特殊召喚できる。まだです。ナンバーズ90、ギャラクシーアイスフォトンロード。妨害制圧モンスターを並べていくぜ。これで破壊耐性とモンスター効果無効が並んだわ。俺はカードを2枚伏せ、ターンエンド。と穴も伏せてまずまずいい感じだぜ。1ターン4分かかってました。いちいちうるせー。お相手は伝説の都アトランティスを発動。ほう、このご時世にそのカードを見れるとは思わなかったわ。いけシステレス2。何、お相手カジキですか。エターナルギャラクシー現れろ。タイタニックギャラクシー。海には豪華客船で最高じゃ。秒で沈みそう。でそいつ魔法には強いがそれ以外に耐性ないぜ。そしてお相手はクシャトリラ電流を特殊召喚。お、結局クシャじゃねえかよ。クシャに海は入らないから多分失調だぜ。海の月と書いてクラゲじゃい。そしてクラゲの効果発動、無限包容発動。環境テーマの失調に甘えた時点で私は認めないから、別にお前に認められるためにやってんじゃねえよ。デビルクラゲ何いけ。ボタンラードの効果発動。ジェリーフィッシュは電撃を吸収するんじゃ。なんだと。この無脊椎下等生物にそんな効果持ってたんか。めちゃくちゃに応酬してて笑う。ゲソサブミッションバカだ。シンポッ。乗組員も3体も見尽くしたぜ。で電流の効果でロードが除外。あ、やばいって。え、エンペラーを出して壁を1枚でも多く増やすわ。攻撃攻撃微妙に数値勝ちできなくてダメージが痛いぜ。貴様、貴様の腐った魂は俺が狩る。俺のターン、ドロー。腐ってるのはお前の手札誘発で。草許さねえ。フォトンジェンパーを墓地送りして効果発動。こっから巻き返すことができるか。ギャラクシートランサーを発動。闇に輝く銀河よ、希望の光となりて我が白目に破れ。危ねえ。ギャラクシーアイスフォトンドラゴン。そしてフォトンエンペラーも蘇生できるんですわ。ライフコストはかかるが優秀だよな。これレベル8のギャラクシーアイスフォトンドラゴンでオーバーレイ。プライムフォトンドラゴン、アスエクシーズチェンジ、ネオギャラクシーアイスフォトンドラゴン。懺悔の用意はできているか。これでお相手のモンスターを一掃すれば巻き返しやるぜ。狩らせてもらおう貴様の魂ごと。バトルだ。エタニティフォトンストレームストレーム。ん、ラーの抑侵流。お相手ラーも入っているのかよ。全てを打ち砕いてやるまでのことストレーム。これなら仮にライフチッチュギガントが来ようがギャラクシーアイズを超えられないわ。お前もウラーを見限ったんか。一体どれだけひどいことすれば気が済むんだ。伝説のデュエリストたちが恐れを敬った最強の神なんだぞ。そんなもんは豚に食わせろ。ならばそのギャラクシーアイズ我が手にいただくぞ。やめろ。先祖ともになさいこそ。お前のモンスターで葬ってやる。やれギャラクシーアイズ、ファイトにダイレクトアタック。
ついさっきアプデで禁止解除されたゴーダツおじさん。愉快愉快、気持ちいいぞ。ざけんなよ。なんであそこでピンポイントゴーダツ持ってんじゃ。キャラクシーアイズ奪われるのも原作通りで笑う。先行は俺だ、俺のターン。ギャラクシーソルジャー効果発動。さっきの試合と変わらず戦士から起点を作ると、ギャラクシートランサーを発動。まあ何か初動札1枚あればサーチでいつものルート持っていけるから。一気に3体のモンスターだと。お前で体がために無理やり合わせてんだろ。ギャラクシーエクスペディションを発動。デッキからギャラクシーライト1体を特殊召喚できる。まあ本当に前回と同じ流れだぜ。ギャラクシーアイズボタンガード、ピターウェンド。まあフォトンロードとソルフレア伝言台といったところか。さあお手並み拝見といきましょうかね。クロックワークナイト発動。おい、わしのモンスターは攻撃力が500ポイントダウンする。サイバードラゴンコア。あ、サイバー言うかよ。キメラテックフォートレスドラゴン。あ、まるっきり自分がやってたこと返されてて笑う。な、何のエンペラーで壁を作るわ。まあサイバーエンドがされなければ足しにはなるか。うん、では相手はセリオンズキングレグラスを特殊召喚。なんだこいつ知らねえ。そんな顔してる場合かよ。バトルだ、やれ。エボリューションレザルトアーチェリー。確かにエンペラーのおかげで一命は。パな、何事なのね。サイバーツインドラゴンを召喚。何、エボリューションツインドラゴン。今度はサイバー竜に殴られる側で笑う。なんかギャラクシーアイズが弱いみたいな演出やめろよな。確かにそこそこ戦えると思うけどな。先行は俺だ、俺のターン。どちらでも戦えるデッキなのに先行ばっか取れてんな。取れたもんは仕方ないでしょうが。増援発動。デッキからレベル4以下の戦士族モンスター1体を手札に入れ。だが増殖する G を先出しされて特殊召喚しづらいぜ。下手にドローさせるぐらいなら空手ターンエンドで。うん、この光景さん、ゲンマラ以来だな。増殖する G 打たれてるし、最悪にビルとキャンパーの強制終了があるから大丈夫でしょ。というか相手もギャラクシーアイズで笑う。ここで俺たち、ソルフレアドラゴンをリンク召喚。ギャラクシーアイズボトンドラゴンを召喚。まだよ、まだニビル君を撃つ時ではないわ。笑いこらえきれなくなってんぞ。そしてさっき沈没した豪華決戦、ニビルはまだです。さすがに自分の使ってるデッキだから打ちどころわかるよな。当たり前よ。今だ、押しに変え。それはこっちのセリフじゃ。そしてトークンを相手フィールドに作るぜ。てか爆ステータスのトークンで草よーし、相手は何もできず最高のタイミングで出せたわね。俺のターン、ドロー。ギャラクシーエクスペディション、フォトンサンクチュアリを発動。フォトントークン2体を特殊召喚する。サカマクギンガよ。今こそ成功の光となりて姿を現すがいい。ギャラクシーエクスフォトンダラゴン。だが守備力8000のトークンをどうにかしないといけないぜ。ギャラクシーアイズの除外効果もあるし、それ以上の攻撃で叩き潰してやる。俺はレベル4。オーバーレイ。ギャラクシーフォトンダラゴン。ギャラクシーアイズアフターグロードラゴン。こいつをエクシーズ素材にして使えば攻撃力が倍になるぜ。というか見たようなギャラクシーアイズエクシーズ多すぎません。それはわかる。効果覚えるまで間に合わせるんだよな。ブレードドラゴンはバック除去もできるんですわ。俺が貴様の伏せカードを警戒せずに迂闊に攻撃するとでも思ったのか。そこでいつものプライムフォトンドラゴン君、ここまで来ればカオスエクシーズチェンジよ。ネットワークを再構築、フォトンドラゴン。貴様の懺悔など聞く価値もない。ひどい量だな。ギャラクシーアイズフォトンドラゴン。アフターブロードラゴンの効果で攻撃力が1万2000になったぜ。バトルだ、エカリティパターンストレーム。サイファーストレーム。地獄の効果に焼かれるがいい。ボタンストレーム。やったぜ。デッキ分回して勝つ攻撃力1万で殴るのは最高なんですわ。最強のドラゴン使いはこの私だ。とこんな感じで爆火力粉砕できるんですわ。けどミラーだから結局強いかどうかの証明にはなってないぞ。うん、また次の動画に動きたいということで。そんなにこの動画出るんですか。できらー。